皆さんこんにちはチャンネルです今までカメラのレビューレンズのレビューいろいろしてきたんですが今回はルミナールネオという写真の現像ソフトのご紹介をしようと思っておりますまあ現像だけではなくてですねレタッチだとかそこら辺の機能がとても充実しているソフトなんですね私もあの使ってみてものすごく面白いなと思ったんですけども あの、まあ、写真の現像と言いますと、まあ、レタッチも含めてですね、アドビの Lightroom ックこちらの方をメインで使ってるんですが、ルミナールネオというソフトを使って、創作写真というのが、ものすごく面白く作れるなと思いまして、あ、これはあの大発見だなと思いました。あの、えー、写真を現像する上で、レタッチってあの、どこら辺まで許されるのか、 あのしていいものなのかっていうその何ですかねこの人間の良心良い心と書いて良心のこうあの呵責っていうんですかねそういうのがあるんですがそうではなくてその 写、撮影してきた写真をですね、創作して、どこまでこう、イメージ的にですね、あの、理想に近づけるか、あの、幻想的な写真を作れるかっていう意味では、このルミナールネオというソフト、ものすごく強力な武器になると思います。えっ、ー、と、使ってみてですね、とても面白かったので、ちょっとこちらの方は本当にご紹介したいなと思っております。えー、そこら辺のですね、あの、 創作の写真を作る過程の方をちょっとこれからご紹介しようと思っております。ルミナールネオを使うにあたって今回は東京のお台場の方に行きまして何枚か写真の方を撮影してきました。いろいろまあ,あの写真の方は撮影してきてですね。で、えー、とこのルミナールネオというのはそのままソフトの方を立ち上げて写真を読み込んで編集することもできますし今立ち上げているようなですね アドビの、フォトショップの Lightroom Classic。こちらの方を立ち上げて Add、Add-in という形で Luminar Neo を起動して、その写真の加工だったりとか、レタッチとかですね、現像の方をすることができます。それではちょっと始めたいと思っております。こちらの方の画面、マウスの方で右クリックをしまして、その他のツール、この他のツールで編集。この中にある Luminar Neo がありますので、これをクリックします。 えとライトルームで調整でコピーを編集こちらで編集ボタンを押しますはいそうするとですねコピーが作られてそのコピーが、えー、ルミナールネオの方に送られてこれから、えー、操作っていう形になりますルミナールネオが立ち上がると、えー、初期の画面はこういう形になりますマウスのホイールで、えー、この上にホイールをさせるとアップ で下にホイールをさせると、まあ、縮小という形になります。ダブルクリックで元のデフォルトの状態になります、えー。編集しやすいちょっと画面の大きさに合わせていただいて、これから始めようと思っております。ルミナルネオとしてはですね、基本的に4つあのグループがあるんですね。この えー、現像するためのエッセンシャル、えー、現像したり補正したり、えー、消去したりカラーの調整白黒まいろいろありますねで今回あのメインでご紹介したいと思ってるのがクリエイティブの方ですねこちらの中にあるスカイあとはその、えー、ムードあと神秘的光沢 っていうのがあるんですが、まあ、こちらの方も後ほどご紹介したいと思っております。で、えっ、ー、と、ポートレートっていうのは、まあ、あの、人間のですね、えー、モデルさんとかですね、えー、お子さんだとかを、あの、写した、えー、そういう編集の、えー、そういうモードもあります。あと、プロフェッショナルって言ってですね、えー、ちょっといろいろこう、カラーだとかコントラストをダイナミックに調整するっていうような、まあ、そういうグループのですね、あの、編集の仕方があります。まあ、えー、基本的には、 このエッセンシャルの中の、まあ、この現像の方ですね。これを押すと、まあ、基本的なこの露出、えー。右にバーをこう、えー、調整すると露出がえこう強調されます。左にこう持っていくとあの暗くなるというような、こういうですね、あのライトルムクラシックとほとんど同じ形になります。で、このバーのところをダブルクリックをすると、デフォルトの方の状態に戻ります。えー、と基本的にこの、えー、状態はもうこれで問題ないので、 えとえー、もしですね、えーと、ルミナルネオをお使いになったらですね、ここら辺はあのいじっていただければ基本の操作はできるかと思っております、えー。今回ちょっとメインでご紹介したいのが、このクリエイティブの中の、えー、このスカイこれがとんでもない機能なんですよ。でまずですね、 何をするかというと今回このバックの,この青空あるじゃないですかこのバックを簡単にですね正確にきれいに変更ができる機能があるんですねこの空のセレクションというのボタンを押していただくとこの雲がいろいろあるんですけどもちょっとご覧いただくご覧くださいこういう形でのもう境目が分かんないぐらいのですねバックのこの空が雲があるこの空に変わるんですよ これいろいろ種類がありまして、こういう霞がかった雲だとか、いろいろあるんですね、濃いあの空の雲だとかいろいろあるんですけども、ご覧ください、これがもうボタン一つでいろいろ変われるんですよ、こういうあの日差しがあるこう雲だとかですね、こういうあのなんか神秘的なこう雲だとかですね。 こういう夕暮れ関係でなんかこう青みがかったなんか一瞬こう海の中にいるようなこうようなこの空とかですねこういう夕暮れの空とかいろいろ用意されているのがこうボタン一つでもうパッて変わるんですよで編集している私がですねその境目が全然わかんないんですよこれもともとこういう写真だったんじゃないかと思うぐらい素晴らしいこの これなんか素晴らしいですね。この鱗雲だとか、こういろいろあって、ちょっとやりすぎだなと思うね。こう、宇宙の <laughs>、こういう、でも、全然この境目がわかんなくて、なんか本当にこういう写真があるのかな、みたいな、こういうあの素材がたくさん用意されているので、これをですね、こうやるだけで、あの、もう、小一時間遊べるというか、 え、こんなことができるんだと思いました。で、ちょっと今回ですね、あの、選択しようと思うのがこの空ですね。えっ、ー、と、こちらのあの、編集した画像っていうのは、あの、ほとひっていうですね、あの、写真をこうご紹介するような通りにもあのアップしておりますので、えっ、ー、と、概要欄の方に、あの、アドレスの方を公表しておきますので、もしよろしかったら見てください。じゃあ、これからですね、このちょっと編集の方をしたいと思っております。えっ、ー、と、もう、このですね、 空を選んだだけで、もうほとんど完成してると言ってもいいと思います。もう90%これで通用すると思っております。ちょっとこれからあのご説明したいと思ってるんですけども、えっとこのスカイの方向というのがありまして、例えばこの反転というチェックボックスのホースとこの空があの 真反対にですねあのなりますでえまあ基本的には私はこのデフォルトはいいと思っておりますのでえこの状態にしたいと思っております。あとこの平行位置っていうのがありまして平行位置をこう右にずらすと右に拡大してあとこの左の方にこうすると左に拡大すると,まあえと基本的にはこのデフォルトでいいんですけどちょっとだけ右側ですね大体こんなえちょっと右側ぐらいこの感じですねえこのぐらいにしておきます。 えーとあとはですねこの空の調整っていうのがありまして、えー、この空のちょっと、えー、こうボケをですねあの入れたりとかあと粒子の方でこのなんつすかこのノイズがかったっていうんですかこういう空にできたりとかあとこの霞がかった大気とかですね。 こういうのができるんですね。で、この暖かさっていうのがあるんですが、これを右にずらすと、あのよりこう夕暮れっていうんですか、ちょっとこの黄色みがかかった空にできますし、こう、あの左側にすると青みがかった、この朝焼けみたいな、そんなイメージもできるんですよね。これ、ものすごいですよね。 であとはその基本的な明るさ。こちらの方はあのデフォルトのままあの、まあ、露出の方をですね。こう明るくしたり暗くしたりっていう形であの行うあの操作があります。まあ、今ここではちょっと基本問題ないのであのデフォルトでちょっとダブルクリックの方を押してですね、えー、とこのままにしたいと思っております。使いの,の調整が終わりましたら、このムードっていうのがあるんですよ。で このムードが面白いところは、ラットがいあの何種類も用意されておりまして、このラットをですね、<laughs> 変えることによってカラーバランスっていうのをう変えられるんですね。いろんなものがあるので、もしこのルミナルネオをですねあの、ご購入されて編集するときは、このラットの方もちょっといじって,いじってみてくださいあの。本当に面白いものがたくさんあります。えー、ちょっと今回はですね、このサンタナブ バーバラっていうんですかね。ちょっとこちらの方を選んでも、見ようと思っております。で、こちらのラットの方を選んだら、この適用量っていうのがあるんですけども、この適用量で、あの、色をどキつきしたりですね、こうできるんですけども、まあ、基本的にちょっとあんまりやりすぎっていうのは問題あるので、まあ、例えばこの20%ぐらいにしたいと思っております。で、あと私の場合は、このムードの次にですね、この神秘的、神秘的っていうこのボタンがあるんですよ。 でこれは右にバーをずらすと、何ですか、こう霞がかったあの明あの、えー、ライトルームクラシックの方でいうと、こう明瞭度を下げたようなものがあるんですが、この,あのルミナールネオでは、それをプラスして、このシャドウだとか、滑らかさ、こちらも調整できるんですね。まあえー、と私は今回、ちょっとこの、えー、神秘的っていうのは、この、えー、とデフォルトのですね、えー まあちょっっととぐらいいにしたいと思っておりますこれでちょっとなんとなく全体的に霞がかかってあの神秘的なものがあの要素がですねあの足された感じになりますであと面白いと思ったのはこの光沢、えーまあ、これもちょっと20%ぐらいにしておきましてこの種類があるんですよソフトフォーカス光沢オートン効果あと ソフトトオーン効果というが4つがあるんですねでその中でもちょっと私は面白いなと思ったのはこの光沢ってやつがあるんですけどもこの光沢というのを選ぶと,、えー、とこのセンターだけこう光沢があるみたく光らせて周りをちょっと暗くさせるみたいなあのそういう効果があるんですね、えー、ちょっと今回私の方はこれを20%っていう形で操作をしめました、えー、もうこれだけですっばもう もともとはですね、これですね、これがもともとの写真なんですよ、それがあのこのルミナルネオを使うことによって、ここまであのもう写真の方ですね、加工できるんですね、もうレタッチっていう幅を超えて、もう創作写真、本当にもう写真を創作する、あのレタッチっていうとですね、やっぱりこう、いろいろ問題があると思うんですよね。 どこまでいじっていいかっていう両親の呵責っていうのがあると思うんですがあのこのルミナールネオを操作して分かったことがあるんですけどももう写真を創作するっていう意味ではこのルミナールネオはありだと思います。あの自分でこう撮影してきた写真を例えばあの 夕方行けなないい時もあるじゃないですかそれをあ夕方行ったらどういう形になるんだろう夕暮れをバックにしたらどういう写真になるんだろうってあ,のあると思うんですよねでも例えば写真を撮影しに行きたい日が雨だったりとか曇りだったりとかいろいろそういうあの行きたくてもですね行けないそういう日があると思うんですがこのルミナル根を使うことによって もう行きたかった日にあの行ったようなですねあの本当に創作写真が作れるっていうのはあの私はありだと思っておりますただまあこれを撮影しましたっていうのはちょっとあの倫理的に問題があると思うんですけども創作写真っていう前提でこういうものを作るのは本当にあり,ありだと思いますあのポスターの素材だとか何かのですね。 企画ものの写真とかっていう意味では、もうここまでするのは問題ないと私は思っております。えっと、この大体編集が終わりましたら、この右側の適用というボタンを押します。この右側の適用のボタンを押しますと、えっと、この Lightroom の方でコピーをしたファイルに置き換えますかっていうのを、今回は私の方は選びますので、これで保存をします。 はい。そうすると、こういう形で、えー、編集者ですね、えー、画像の方に戻ります。どうでしょうか <laughs> 本当に素晴らしいですよね。えー、ちょっとですね、えーと、この2つのですね、写真を、えー、ご覧ください。まずはこちらの、えー、元になった写真の方をご覧ください。この日は本当に青空で、もう雲一つないような、本当に晴天の日でした。えー、東京ビッグサイト。 こちらの方ですね。えー、広い画角で撮って、えー、上下をこう切ってですね、トリミングした写真です。えー、この写真がですね、こうなります。どうでしょうか素晴らしいですよね。あの、昔 CM で、 えー、一粒で二度美味しいみたいなそんなフレーズの CM があったと思うんですが、このルミナール a Neo という、えー、ソフトを使うとですね、もう本当に一粒でもう10美味しいとか、100美味しいとか、それぐらいあのバラエティに富んだ、えー、写真の加工ができます。えっ、ー、と、今後ですね、 あの、創作写真っていうのは、どん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 当たり前になってくると思うんですよね。特にポスターだとか、イメージ映像だとか、もうそういう時にはレタッチっていうのは当たり前になってきまして、ここまで映像を創作するのは、もう全然問題ないと思います。あの、これを写真、この、これを撮影しましたっていうのはまずいんですけども、この、あの、 えこれはもう創作してですね、こういう素晴らしい写真を創作しましたっていうことであれば、何の問題もない、ありません。いや、逆に推奨したいぐらいです。あの、いけなかった夕暮れ時をですね、あの、自分の持っている写真で加工して、あの、素晴らしい写真にですね、したりですね。もう、それはあの、自分にとっても、 他の人にとっても、見る人にとってもですね、素晴らしい創作写真として、あの、受け入れられると思います。本当どうですか元々の写真はこれですよ。これが、まあ、これはこれで素晴らしいんですけども、あの、やっぱりですね、それを加工することによって、ここまであの、ドラマティックに、あの、印象的に、あの、することができる、ルミナルネオっていうのは、本当に素晴らしいソフトだと思いました。 さあ、いかがだったでしょうか今回ご紹介したソフト、ルミナールネオ。私ですね、本当にこのソフトを使って、あの、創作写真を作る楽しみっていうのが、ものすごく分かった気がします。あのー、この AI によって、このバッグのですね、あの、背景を、この、作るんですけども、この AI のこのマスキング機能っていうのが、 本当に素晴らしいと思いました。あの、本当に境目がわかんないんですよね。もともとこの写真だったんじゃないかと思わせるぐらい完成度の高いですね。あの、この創作写真というのが本当に簡単に作れました。えっ、ー、と、今回はですね、このスカイという機能を中心に、このルミナルネオというソフトを紹介したんですが、まだまだ面白い機能というのがありまして、あの、電線だけを消す機能だとか、あと、その、 えー、人物だけをですねあのこう、えー、ポイントをしてですねあの消す機能だとかあとそのマスキングにしてもですね、えー、空だけのマスキング建物だけのマスキング植物だけのマスキングっていうようなそういうマスキングの仕方もあるんですよね、えー、本当にですねこのルミナルネオ一回ですね使ってみたらこのソフトの良さ あの面白さっていうのは本当にわかるかなと思いました、えー、ちょっと気になる点としては一回あの適用してしまった機能っていうのはアトルも戻りできないというのはちょっと気になった点なんですがこの創作写真を作るという意味ではこのルミナールネオ本当に素晴らしいソフトだと思いましたここまでご視聴いただいてありがとうございますもしよろしければグッドボタンの方とチャンネル登録よろしくお願いいたします